これまたうまいなアベックでも、これまためっちゃうまいだなパトクでも、食べて飲んでばっかりやないか、うまいとこやで、そのだけば。その中ではこの後はご覧の日程となっています。今週3日間、そして来週から年末年始のシリーズに突入、変則日程となっています。来週水木とまず2日間、そして29、30、31と年末の開催となります。新春競馬は1月の2日からスタートいたします。どうぞ楽しみください。年末年始大いに盛り上がります。園田競馬、ぜひ園田競馬場にお越しください。まもなくメインレースが行われます。それではここで次に行われます最終の11レース各馬の増減をお伝えします。画面でもご確認ください。トス12頭 C1 クラスのレース 1230m 戦、1番の栗のカサットマイナス1キロです。2番西のクラレットマイナス4キロ、3番パスポート増減ありません。4番アルレーサーマイナス2キロ、5番のオメガプランタンオメガプランタンプラス4キロ、6番 V キャスターマイナス5キロ、7番ファイアクリスタルプラス4キロ、8番フロムミートユーマイナス4キロ、9番アオイシャークプラス1キロ、10番アリエス10号もプラス1キロ、11番シビックファミューマイナス7キロ、12番マイネルカサドールマイナス2キロです。以上この後行われます最終の11レース各馬の増減でした。出走馬12頭今日のメインレーススターター今台上です。今日のメイン10レースは酒米の王様山田錦杯です。 1700m12 頭ゲート入り向こう上面で行われています。6番の DS ファット入って8番コパノハミルトン、4番バレーダンサー、10番ラピットハーバー人気の一角カリテスグレース収まって、最後に12番のウォーターティアナルーキー指導騎手の騎乗です。12番ゲート行かれて収まります。メインレース枠入り完了です。スタートしました。先行争い内からダッシュを決める1番クリノチョモラーリ、花を奪いに行く、押していく11番モンドリミエール、モンドリミエールが先頭に立ちまして最初のコーナーを迎えます。控える形となった1番クリノチョモラーリ、押して12番のウォーターティアナ外並んでいきます。4番手インコースに2番のカリテスグレース、スーッと外から10番ラピットハーバー後位の一角、7番のイスズイーグルはその後ろから10番のラピットハーバーをマークするような形で進んでいきます。インコース4番バレーダンサーです。その後ろのグループ外目に9番バーゲンザイル、インコースは5番のエルドリッチ、後方から6番 DS フラット、3番の鈴ハヤトウが続いて最後方から8番コパノハミルトンです。やや縦長で正面を通過、1コーナーのカーブを迎えます。11番モンドリミエール杉浦騎手の騎乗で先頭です。12番のウォーターティアナが2番手、そのインコースで足を溜める1番クリノチョモラーリが3番手、外からスッと10番ラピッドハーバー今は4番手のポジションです。押して2番のカリテスグレースが5番手、懸命に押して後方から7番イスズイーグル、若干前との差が来ましたがこの辺りから追い上げていく、その後方に9番のバーゲンザイル続いていきます。ピッチが上がっていって3コーナーのカーブ、先頭は11番モンドリミエール変わりません。外から10番のラピッドハーバー2番手に上がって、さらに外から7番イスズイーグル、一気にもう先頭に立っていきました。まくり切って先頭7番のイスズイーグル、吉村の騎乗です。そしてついていく10番ラピッドハーバー、インコースこらえる11番のモンドリミエール、 3,4 馬身切れで9番バーゲンザイル、これから直線コース、後方から4番バレーダンサーなど200を切って堂々先頭7番イスズイーグル、そして10番のラピッドハーバー突き放されましたが2番手、その後の3番手4番バレーダンサー、7番イスズイーグルゴリ、楽勝、2着10番ラピッドハーバー、4番バレーダンサー3着に上がりました。メインの10レース、酒米の王様山田錦杯。吉村の騎乗でした7番イスズイーグル。一旦
ペースが上がったところで反応が若干鈍かったようにも見えましたが、その後エンジンかかってからは一気のまくり足。3コーナー先頭に変わって、直線もその足色鈍りませんでした。7番のイスズイーグル。当面の相手とされる10番ラピッドハーバーを完全に突き放しました。圧勝です。7番のイスズイーグル、パイロ3区、大塚厩舎の管理馬通算5勝目、B2 クラスを勝って B1 でも勝利連勝となりました。昇級を問題にしませんでした。イスズイーグル快勝、大きく離れた2着10番のラピッドハーバー。3着に4番バレーダンサーが上がりました。そしてその後4着以下2番カリテスグレース、9番バーゲンザイル、12番のウォーターティアナ、逃げた11番モンドリビエール、その後1番クリノチョモラーリなどが続いています。7番10番4番の順で入線。7番イスズイーグル快勝でした。第10競争確定までもうしばらくお待ちください。